ても充実したキャンプを送ることができて、練習とトレーニングマッチともいい形で、終えることができて、開幕が近いということで、またいつもとやってるようなルーティーンにしっかりいい準備していきたいと思っています。去年から、数多くの選手が残っている中で、まあ、新加入選手を含めてまたプラスアルファでこう新しいサッカーをお見せすることができると思いますので、こう見てて面白いアグレッシブなサッカーを僕たちは共有しようと思っていますので、しっかり楽しみにしていてほしいと思います。去年、惜しくも逃してしまいましたが、まあ、リベンジという気持ちでとても強い気持ちを持って、今シーズンかけてます。皆さんと共に J2 優勝を果たせるように、チーム一丸となって頑張ります。応援よろしくお願いします。